さん、こんにちは。これよりスポデュケーションオンラインセミナーを開催させていただきます。スポデュケーションでは8月27から31日まで期間限定オンラインセミナーとしてスポデュケーションコーチフェスタとして開催をしております。子どもたちの未来のためにですね、スポーツを通して伝えられることは何か、そしてスポーツから得られる力は何かということをですね、さまざまなゲストからお話をお聞きして、ヒントとなる考え方を伝えていければと思って活動をしております。このオンラインセミナーではですね、アスリートの方々や指導者の方々、そして教育界で活躍する方々、いろんなゲストをお招きしまして、対談の模様を映像で配信しております。そして今回も素敵なゲストをご紹介したいと思います。お一人目ですね、渋野日向子プロを指導した日本ゴルフ界を代表するプロコーチ青木翔さん、もう一方、静岡聖光学院中学校高等学校校長の星野明弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、お忙しい中ありがとうございます。早速お二人にいろんな話を聞いていきたいと思うんですが、今回、この対談のですね、テーマを作らせていただきました。スポーツで培うセルフプロデュース力というところでですね、本当お二人のこうご活躍のところも拝見しながら、ちょっと共通するところもピックアップさせていただきながら、ちょっと今回このテーマに、なったという経緯もあるんですが、まあ、ちょっとぜひお二人の考え方からもお聞きしていきたいなと思うんですけども、まあ、このセルフプロデュース力、あんまこうちょっと僕らが子どもの頃のスポーツ現場の指導ではあんまり聞き慣れない言葉だったんですけど、ただ最近ちょっと徐々にこういう言葉って聞くようにはなってきていて、でもすごく僕らも大事なことじゃないかなと思ってるんですけども、セルフプロデュース力っていう、まず考え方、能力についてのお考え方みたいなところもちょっとお聞きできればなと思うんですけど、じゃあもしよろしければ青木さんからでよろしいでしょうか。はい、まあ、僕はその教える時に、まあ、まずそんなに教えないんですよ。もちろん基本的なことは教えるんですけど、まあ、基本的にはこう自分で考えて行動するってことを、まあ、子どもたちに重要視させてて、まあ、結局はやるのは本人で、僕ら指導者っていうのはもうその試合が始まるとかなった場合にはもう何もできなくなるので、特にゴルフの場合、試合がもう用意どんで始まった時にはコーチがアドバイスしたペナルティーにもなりますし、うん、まあ、そういう意味でも自分で考えて行動するっていうことを大前提で考えてもらうようにはしてるんですけど、だからその結局自分自身を知って、自分自身をどう伸ばすのか、どう改良していくのかっていう、まあ、考え方っていうのをすごく大切にしてるんですよね。だから結局セルフプロデュース力っていうのが、まあ、僕の中ではそこが一番、意味を成してる部分であるのかなっていうふうには考えてます。青木さんの活動の中で教えることで受け手は思考を止めてしまう、はい、教えなければ考え始めるみたいな言葉、はい、これすごく、はい、胸刺さる言葉だなと思ったんですけど、思考を止めてしまうっていう、そうなんですよね。もう古い日本のやり方というか、まあ、これまでのやり方で、まあ、僕自身もそうだったんですけど、最初は僕もそうやって教えてたんですよ。でもやっぱり結果が出ないし、子どもたちが伸びない、いろんな意味で大人になれないっていうのを感じた時に、俺が間違ってるんだろうなっていう考えに行き着いて、うん、ちょっとやり方変えてみようっていうので、ちょっとこう、一歩引いて教えるようにしたんですよ。そうすると自然と結果が出始めて、あ、こういうやり方もあるんだなっていうので、まあ、僕の中ではいろんなこと試行錯誤しながらだったんですけど、まあ教えれば教えるほど考えなくなるんで、自分で何もしなくてよくなるじゃないですか。だって1から10までこっちが答えを用意しちゃうんで、うん、そうするとなんでこれをやってるのかがわからない、うん、何のためにこれやってるのかわからないっていう子がもうすごく増えてくるんですよね。うん、で教えなければ、もう教えないっていうとそう極端な言い方なんですけど、はい、教えないっていうわけじゃないんですけど、うん、ちょっとこう答えの、まあ答えの 2,3 歩手前とか1歩手前ぐらいからに、うん、こう言葉を留めておけば、うん、もう一歩自分で考えないとそこに行き着かないんで、う
それをまず最初から繰り返していくことで、うん、慣れてきて、それが習慣づいてる子は自分から青木さんこう試合中にこういうことがあったんですけど、私はこう思うんですけど青木さんどう思いますかっていう聞き方に変わってくるんですよ。うん、それまで何ももう1から10まで教えてると成績が出ないんですけどどうしたらいいんですかって言ってくるんですよ。もうそれって社会に出たら生きないですよね。なのでまあプロゴルファーっていう、まあ、僕はそのねこうちっちゃい世界にいますけど、そこでプロになって、プロになるのももうすごい確率が低いことで、またそれで稼げるようになるのもすごい確率が低いことで、だ自分が見てる子全員がプロになれるかさ、そうじゃないし、だからもう僕の中ではその青木さんとこ行ってたから社会に出てこういう考え方が生きて、あの人生うまくいきましたみたいなセリフを聞けたら一番嬉しいなっていう気持ちがそのやってる中で芽生えて、こういうやり方に変わってきたんですよね。いやもう本当おっしゃる通り、そのプロって本当にどんなスポーツ業界でも本当一握りしかやっぱなれないですよ世界だと思うので、やっぱ でもスポーツやる子どもの数っていうのはすごく多く、まだまだもちろんいて、今後ももちろん増えていってほしいっていう思いの中でも、やはりその考えさせるってところで、今なんか聞いてて、まあ、こう指導者側の人たちってこういやでも教えないとわからないじゃんみたいなことパッと思いがちなんですけど、うん、今青木さんのお話ですと、だから教えることは教えるけど全部を教えないってことなんですよね。そうです、はい、1個手前2個手前、そうです、その子によってアジャストして、はい、変えていくって感じですね。だから1から10まで全部教えるっていうのも、例えば小学生にまあ、今プロゴルファーがやってることを全部教えても、まあ、絶対できないじゃないですか。じゃあその小学生の子が、まあ、誰も中学生でも高校生でもいいですけど、その子がじゃあ今何ができるのかなっていうのをこっちでまず判断してあげないといけないですよね。でその上でじゃあできることをちょっと頑張ればできることを言ってあげるとかってやると自分でこうやっていくじゃないですか。自信もついてくるし、うん、結構その現場の指導者見てると、まあ、ゴルフ業界だともうビデオ撮って計測器使っていつも 100% 打たせようとしてたりとか、うん、いや無理じゃんっていう。でそれを感じて、まあ、僕自身も、まあ、たまに使いますよ、まあ、中学生とかでもがこういう癖持ってるよねって言って、うん、自分を知ってもらうために使うというか、うん、そういうのはありますけど、なんかその一歩手前、例えばまあやることも本当にこうギュッと縮小して少しずつ良さを出していくというか。うん、なるほど、はい、あの星野さん、今、まあ、青木さんの話で言うとこうゴルフ個人スポーツでもありつつっていうところで言うと、こう星野さんはこうラグビーを教えられてつつ学校で多くの生徒っていう、どちらかとこう大人数組織を見られるパターンの中で言うと、多分青木さんともこう小野さんも同じ考え方なところもあると思う。このセルフプロデュース力を逆に言うとどのようにこう取り組まれたりとか、どういう考え方でやられてるんですか？そうですね、あのまずセルフプロデュース力っていうのはこう自らの人生をデザインして、でそれに対して必要なことを自分からアクションしていくっていうことだと思うんですね。であのそれの一番やっといけないことはやはり受け身にならない、受け身になるということですね、うん、やっぱり登山するにもハイキングするにも、まあ、初心者はですね、あの登り方わからないし、プランニングもわからないので、あの熟練の人についていくということはいいと思うんですけど、ずっとそれやってたら何も本当に青木さんのおっしゃる通り考えなくなりますよね、うん、やっぱりそこでプランニングしたり、あとみんなが別に富士山エベレストを目指さなくていいわけですよね。で自分はここの山登りたいんだ、それに対してこうプランニングするだ、まあ、それが人生の縮図だと思うので、まあ、スポーツというのはそういう意味ですごくいいなと思います。であとあのよく言われる個人競技と団体競技の違いっていうのはあるんですけど、あの実は私は究極は青木さんがあの渋野さんにやられたような個人のですね、そのコーチングを、まあ、あの集合してる、あのいわゆる集団競技の中でもそれぞれやれればあの一番素敵だなと思ってます。あの要はワンオンワンを50人いたらワンオンワンをもう50やるというのが究極かなと思ってますね、うん、で学校現場で500人生徒いるんですけど、500通りのっていうところは、まあ、よく言ってはいるんですけど、あのお勉強の指導なんかも別に富士山型じゃなくて八ヶ岳型でそれぞれがそれぞれ行きたい場所を見つけて、で今あのセルフプロデュースやりやすいのはですね、あのいわゆる情報とかはあのもうスマホの中にあふれ返ってるわけですね。
で昔だったら進路指導だとか、あのいわゆるどうやったら技術を覚えるかっていう、結構 YouTube とかにも載ってるわけですよ。なので、あの調べ方分かんないんです、図書室行かないと分かんないんですとかっていうのはもう言い訳できないわけですよね。だより一層今セルフプロデュース力っていうのはすごい重要な、時期に来てるのかなというのを感じます、うん、なんかすごくこう今の視聴者の指導者さんのお声をなんとなくこういうことも考えられるかなと思うと、ワンオンワン、この今の世の中の流れでワンオンワンだってことがすごくみんな分かりだしてると思うけど、分かってるけどちょっとこうできないよみたいなところがどっかにある方々も多いような気がしていて、やっぱこう一人一人と いろんなこう組織スポーツでもやっぱこう一人一人の個性に寄り添ってあげるっていうことはこうなんとなくこう皆さんにも伝えられてきてはいるけど、分かってるけどそこまでパワーがかけられないみたいな悩みもある方々もいらっしゃると、こういうような声って小城さんどうですか。そうです、私も最初監督やった時は部員が12人ぐらいしかいなかったので、すごい楽だったんですよ、1対1の向き合い方がですね。まあ、もちろんマインドセットとか低かったので大変な部分あったんですけども、まあ、今そういう意味では中高100人で生徒も500人全部で、部員だけで100人学校全体で500人いますから、まあ、もちろん限界あるんですけど、まず最初にやはり把握する、認識することですね、うん、が第一だと思うんですね。その生徒一人一人のこうどういう強みがあったりどういう願いがあったりっていうところをまあ把握するっていうところで、時間がない時間がないっていうんですけど、それは今ですねいろんなツールがあるわけですよ。だそれをうまく活用してやっていくというところがすごい大切かなと思ってます。でうちはあと部活が週3日しかないので、うん、残り の日曜日を除いた3日間っていうのは逆に言うと部活やらなくていいので、うん、そこでいろんなですねアンケート取ったりとか、交換日記したりとかっていう中でですね、そういう把握の時間も務められると。これもし毎日ずっと練習してたらですね、そんな時間も取れないですね。まあ、そんな活用の仕方です。時間というのはうまく作るということと、あとツールをうまく活用してっていうことですね、っていうのが大切かなと思います。なんか 今の話ちょっとこう枝葉の部分で分かれちゃうんですけど、こう青木さんにもお聞きしたいんですけど、こうよくありがちなんですけど、こうに日本古風な頑張れば努力すれば人よりもたくさん練習すればやっぱ成長する、これはもちろん間違ってはないと思うんですけど、今の星野さんの話を聞いててもやっぱこう昔を踏襲することも必要だけど、やっぱこう革新的に時間をこうギュッと短くしたりとか効率よくするっていうことっていうのはやっぱスポーツでも社会でも大事だと思うんです。これは青木さんどうお考えですか？そうですね、まあたまあ、僕らゴルフですけど、まあ、練習する時間をすごく取る時も必要だと思うんですよ僕は、うん、ただまあその効率よくやるっていうのはものすごく大事な時間の使い方ですよ。効率よくやるっていうと子供たちって意外と手抜いちゃうんですよ。なるほど、はい、この考え方がちゃんとできてないですね。だからその考え方をしっかり、セットした上で、うん、効率の良さを求めていけばものすごくいいものになると思いますし、うん、はい、だからそれにはおっしゃってたようにやっぱり生徒と対話することはすごく大切ですね。僕ももう今自分が教えてる子たちは常に今はもう LINE 使ってますけど、うん、LINE で個人でやり取りしてますし、もうその中には本当にゴルフ全く関係ない話とかが8割です。うん、